皆さん、こんにちは。材料研究グループの土本でございます。今日はこういうタイトルでお話しさせていただきますけれども、まあ、最初に何でこんな研究をしているかという、まあ、研究の背景と、それから木造家屋がどういう被害を受けて、まあ、あの被害の写真はないんですけど、そういう分析をした結果、それから推理実験を行いました。で、最後に流体シミュレーションをやって、どういうことが分かったかということをお話ししたいと思っています。えーとまあ、この研究の背景ですけれども、 えーまあ、あのご存じのように気候変動で、まあ、今までと雨の降り方は違うわけですね。で、洪水の頻度が圧倒的にまあ高くなっていると、で、えー、洪水の急陣、えー、化っていうのも進んでいるということでございます。で、従来から、まあ、治水計画で充実したりですとか、えー、見直しをすることに加えて、ですね、まあ、浄化流、本支流、えー、流域全体を俯瞰して、ですね、えー、国、自治体、企業、す、ま、べ、あ、てがですね、えー、共同して、 流域治水ということで取り組もうということに、えー、法律が変わりました。で、その流域治水関連法の中でですね、特定都市河川、えー、と浸水被害対策法というのがありますが、えーまあ、これが、えー、と改正されてですね、えーまあ、流域の治水の氾濫域でも構図、えーまあ、に耐えましょうということになりました。でその氾濫域で、えーまああるこう 浸水被害防止区域というのを指定することになるわけですけれども、えー、そこで安全な構造方法というのが、えー、令和3年の国土交通局告示1392号に示されています。で、そのお、まあ、安全な構造方法のための計算をするとですね、なかなかこう、合う合わないがありましたので、どうしてかなということが、まあ、この研究を始めたきっかけでございます。えっ、ー、と、まあ、まあ、洪水で、 建物に作用する、えー、流体力2分の1ロー、ローが水の密度、それから CD が効力係数ですね、で、B が建築物の幅です、で、H が水深、で、U というのが流速で、地上で効いていくということになります。で、これを用いてですね、えー、木造家屋の場合には、えーまあ、水平線弾力、えー、それから活動、あの滑って流れていってしまう。 それから転倒に関する安全を確認するということになっています。で、えっとですね、えー、っと木造家屋がですね、えー、被害を受けたところでどれぐらいの流速があったのかということを、公開している映像などからですね、えー、調べました。例えばですね、こういう、えーっとまあ、タイムスタンプがありますが、5秒間でこの白い物体がこう動いてきているわけです。でこれれがどれぐらいいのの長さかなっていうのを グ、えーグルのストーリートビューかなんかで見てですね、まあ、この場合は、えー、と5秒間でこれだけ動いているので、流速1.76というふうに計算されたっていう一つの事例です。で水深なんかも、えー、使っているところの写真を見て、ですね、えー、水がないときの写真と見比べて、これぐらいの高さだというのを特定していきました。でこれが、えー、と動画を収集して、流速とか浸水深が測定した列、ちょっと細かくて見にくいんですけれども、 まあ、あの最大で、えー、と5、6メートルというのもありますし、1メートル未満のものもあります。いろんなところで、えー、収集動画と流速振水深が推定されました。で、これを集めるとですね、あのフロットするとこんな感じです、まああの。0から最大5メートルぐらいまで。で、流速はあ8メートルパーセカンドまで、えー、ありましたということです。で、えーと、被災建築物についても情報を収集しました。で、あのまあ、流速と水深が分かっているところに、 ちょうど建物があるかどうかというのはまた難しい問題なんですけれども、まあ、あのその流速、浸水が分かっているところで建物を一生懸命情報を収集したと。で、えー、と30棟ぐらい情報を収集したんですけれども、まあ、これがあの被害状況です。流速が高ければ、やっぱり流,れ流されてしま,しまいます。この赤いのが流出です。で、オレンジ色が傾斜です。あの、船団変形してしまったというものですね。で、緑は建具が あの破壊している程度でですすと、と被害警備という感じですね。それから軒下に浸水しているぐらいで屋根が破損している、まあ、こんなようなものを含めて被害警備なのがこの緑と青ですけれども、えー、必ずしもです、ねえー、と浸水心、浸水深とそれから流速と比例関係にあるわけじゃないんですね、まあ、建物それぞれ性能が違いますのでというのもございますが、どういうことが起きているのかというのを計算してみようということになります。それで えとまあ、流れてしまった建物ですとか、それから水平線断変形してしまった建物、えー、これをこう先ほどの効力式と照らし合わせて検定しました。でこの黄色の部分がなかなかその、えー、本来ならこう被害を受けているはずが、受けていないというところはこんだけです。あの建物、こんだけあって、こんなに黄色がついているという状況です,でです、ね。これを見てみるとですね ここより上っていうのは、あの検定比が1位を超えてますので、OK のはずなんですが、やっぱり流出しているものもあるし、ここから下だと,、えー、と水平線段変形してしまうはずなのに、えー、大して被害を受けてないというものが結構あると。えー、これも活動です。ここから上だとみんな流れてしまうはずなのに、ここから下は、えー、ここから下は流れてしまうはずがない。ここから下は流れてしまっていいはずなんだけど、外壁の損傷などで終わっている例っていうのが、 結構あるということで、えー、ちょっと過剰に外力が計算されているんじゃないかということを思いつきました。で、被害状況と一致させるとですね、効力係数がだいぶ大きな値になってくる、あちあ小さな値になってくると。で、効力係数自体は、えーとーまあ、安全性を計算する上で、も、ま、う、あ、あ告知で決まっている2.1という数字は変えられないんですけれども、えーまあ、あの便利的に効力係数に置き換えて考えると、 まあ流速4メートルを超えるときには、わりと小さめの効力係数。で、流速2.5メートルぐらいの遅いところでは、まあまあ1.5から2.1ぐらいかなというような感じが見て取れたということです。まあ,あ、これは感覚的に申し上げているだけで、えー、まだまだ確定的なことは言えないということです。でそこで、縮小模型を使ってですね、えー、推理実験を行いました。まあ、こういう、えー、と4メートル幅の水路をですね、えー、見つけてですね、ここに。 模型の建物、大体1.2メートルぐらいあの、いろいろ建物の大きさを変えたりはしましたけれども、今日はあのえっは、と、開口提言の話だけに、えー、特化して話をしたいと思いますであの。水深を45センチ、65センチ、85センチというふうに変えて、えー、流速も1メートル、2メートル、4メートルというふうに変えて実験しました。これはあの、えーっと、電力中央研究所というところにある津波氾濫流水路という設備でして、 まあ水が溜めてあるタンクからこう一気に水が流れてくると、でまあ、津波の実験なんかもできるし、えー、氾濫、河川の氾濫を再現することもできるというものですで。その中央部に試験体を置いて水を流すというような実験をしました。で、あの水流れた後はあとはまた循環して戻るということです。で、実験の条件ですけれども、まあ、今申し上げたように、4メートル幅のえ水路の中央に1.2メートルぐらいの模型を置きました。 でえっと、最初のケース1っていうのは全く開口ございません。丸1丸2丸3 1 4っていうのが、えー、壁の番号ですで。1から水が入るわけですけれども、その1番の開口、まあえー、1200ミリですので、600ミリの開口というのは半分、えーまあ、穴が開いているということです。でその、えー、開口が開いているところをどんどん増やしていって、えー、ケース5っていうのは、えー、と上流側と入社側と、 下流側、両方とも半分開口になっているという場合です。でそこからまたさらに増やしていって、えー、ケース7というのは4辺すべてに開口が開いているというような仕様です。でそれに対して、えー、水深が45センチから85センチ、流速は2メートルを基本として、それより遅いもの、早いもの、1メートルと4メートルということで、パラメーターを振って実験をしたということでございます。えー、試験体の仕様、今申したような開口の当て、えー、方をですね、 平面に表すとこういうことです、ととここうういでちょっと大きい小さいっていう試験体も、えー、実験はいたしましたけれども今日はあのケース7までの話です。で試験体の,その、まあ、同一のものを使ってです、ねえー、ここの開口が取り外し可能なような試験体を組んでいます。それで、えーとまあ、センターホール型のロードセルなどをはめてです、ね、浮き上がるとそのロードセルが検知すると、えー。水中だとロードセル壊れてしまいますので。 長部についているといてとうものでございます。それで、えー、と水平力はです、ね、こうワイヤーを張って上で止めています。で、ここでも検知、えー、して、えー、水平荷重がどれぐらい入っているかというのをワイヤーを返して取るということになっています。まあ、その他、ボルトのゲージなどもつけ、えー、ています。で、流体力が、えー、と作用するんですが建、今、外力の測定をしたいので、建物が変形したり壊れたりしてしまうと困るんですね。ですので えとまあ、検定値としては非常に、えーとまあ、この26.79とか17.58っていうのが建物の体力です。で、えー、予想される流体力はこの2ぐらいということで、圧倒的に、えー、建物のが強いと、要するに変形しない、えー、試験体を用いております。で、えーと、これがケース1で開口がない場合です。すいません、ちょっとなかなか出てこない。 えーと水流 D っていうのを入れていますが、こんな感じですね。音が出ませんけど、まあまあいいですね。で、あの最初は車流になっちゃうので、そこは測定してないです。で、これぐらいの、えっ、ー、と、順定常状態というふうに言うそうですけれども、えーと、同じような流れがしばらく続くところの平均値で評価をしています。 で、えー、っと、今のが開口がない場合ですね。えー、っと、ケース3というのは開口が2つ開いている場合、ケース4というのは3箇所開いている。いずれもこの上2つはですね、えー、っと、下流側に穴が開いていない。開口が開いていない。で、ケース5というのが入社側と下流側に開いている。ケース7というのは4辺すべてに穴が開いているというものです。で、ここ、まあ、後ろにないとですね、こうやって横から出てくる。後ろにあると割と素直に流れている。ケース7が。 まだ水が来な,い来ないですね。えっと、横からも出てくるし、向こう側にも流れるということで、水流が。やっと来るかなああ、動かなすいません。えっと、まあ、うまあ、海溝がですね、その下流側に空いていないと、素直に流れないというようなことです。なんでこれな。まあ、あの、まあ、 ケース7はケース5と似たような感じです。えっ、ー、と、まあ、動画が動かなかったときのために写真を用意していましたが、はい。で、えっ、ー、と、実験うはこれです。最初の方はは、先ほど言ったように、やっぱりガチャガチャっていう波なんですね。で、ある程度安定したところを、えー、まあ平均、その、えっ、ー、と、ここでいうと、25秒から35秒の間の平均値を取っているということです。で、えー、その時活動に対して、どういう力が作用したか。 この黒い線が開口がない場合です。で、青とか緑っていうのは、あの下流側に穴が開いてないときに、こういう荷重が入りますという話です。ですので、この黒い線より上にあるということは、荷重がたくさん入っているということです。ですから、えっと、開口が1つだけ開くと、実は危険化になる。とはいうものの、この P イコール F っていうのが、効力式の線ですので、まあ、そこを超えていることはないということです。効、まあ、力式でちゃんと計算しておけば、危険はない。 で一方、そのオレンジとか赤とか黒い細線は、えー、下流側に、えー、入射側と同じぐらいの大きさの開口が空いている場合ですね。でそうすると、やっぱり入力はだいぶ小さくなると。で、まあ、あのこれは解析の結果の一例ですけれども、まあ、半分、まあ、0六ぐらいかな、という点5か6かというような感じです。で、えー、と流体シミュレーションと実験結果、あの左側のグラフは今、実験の結果として見てもらったものと同じです。 えー、右が解析の結果です。だいぶ違うんですね。解析の結果はですね、えっ、ー、と、硫黄緑窒頭、同じぐらいの荷重がちゃんと入っているということになります。で、あの、まあ、黒い線が開口がないときに対して、このオレンジとか赤っていうのは、そもそも、えっ、ー、と、まあ、流速に対して、えー、荷重自体は小さいということになります。あの同じ波を入れても、こことここです。ですので、えっ、ー、と、それなりに、 入力提携はできる可能性がある。ただし、この青い点線とか緑、えー、下流側に穴が開かない場合には、えー、危険の場合があるということです。で、ちょっと効力式を超えているので、ちょっと気がかりですね。で、えっ、ー、と、まあ、このケース1、まあ、全く開口がない時ときに比べてどうなってるかっていうのが、実験と解析でだいぶ違いました。えっ、ー、と、これが左側が実験です。右側が解析の結果です。えー、まあ、表にしか、 えー、上流側、入社側にしか開口がないときには、えー、全く提言はできない、1.0ですね、えー。で、これに対して、えー、先ほども言ったように、実験でもですね、解析でも、ちょっとその比率は違うんですけれども、えー、下流側にも穴が開いた場合には、活動に対してはだいぶ入力提言をしていい、されて、えー、入力提言をして計算をしていいのではないかということが、これで示唆されています。で、転倒モーメントです。転倒モーメントは、 先ほどの傾向よりもですね、これが実験結果ですけれども、この黒い実践が開口がない場合です。これに対して圧倒的に、えー、大きな転倒モーメントを示しています。ただし、これも、えっ、ー、と、効力式から計算するものと、えー、を超えてるのは、ごくわずかですね、ちょっと超えてます。ですので、えー、まあ、転倒モーメントは開口側、向こう側に開いたところで、そんなに、えー、っと、まあ、これ、えっと、ピンクとオレンジがですね、 えー、下流側にも開いた場合ですけれども、そんなに低減できるというすぐ結果にはなっていません。でこれも解析を行うと、高力式よりも大きなところが出てくるぐらい、えーまあえー、低減はできないということを示すものにな,示す示す結果になっています。えーですね、ただ、これも荷重はです、ね、この黒線に比べて、ピンクとオレンジは半分ぐらいですので、まあ、そもそも 同じ流速、同じ波を与えても、戦闘モーメントは小さいということになります。で、まあ、以上をまとめるとですね、えー、縮小模型による、えー、推理実験の結果ですね、入社側に海溝が空いても、えー、流入水が出ていかないときは、作用外力っていうのは大きくなるということが分かりま,す分かりました。それから下流側に、えー、入社側と同じぐらいの面積の、えー、海溝ができた場合、作、えーまあ、用する水平力は、 え面積に応じて低下する可能性が高いんですけれども、転倒モーメントについてはあんまり低下しないということが分かっています、実験から。で無開口であってもです、ね、えー、試験体の入力というのは理論値より小さい可能性があるということが実験からは分かったんですけれども、解析を行うとそんなこともないということです。で、シミュレーションの結果から、えー、入射側と下流側にえ同じ面積の開口があるときは、活動を生じさせる水平力というのは、 面積に応じて低下するんです。ところが、下流側に開口がない場合は水平力が大きくなるので、やっぱり気をつける必要があると。えー、でその活動については、実験と解析の結果はまあ一致しているんですねで、えーと。入社側と下流側に同面積の開口があっても、転倒モーメントはあまり低下しない。ので、えー、入社側のみに開口がある場合は、転倒モーメントは無開口のときより増加する可能性が高いということが分かっています。 1>, まあ1つのシリーズの実験と1つのシリーズの解析が終わったところですけれども、まあ、今後はです、ね、側、えー、壁の影響っていうのがありますので、側、えー、壁の影響をある程度です、ね、シミュレーションでなくしてやって、側壁の影響がない実験っていうのはなかなかできないんで、えー、そういうものをこれから解析で追記していこうというふうに考えています。 で開口ができるっていうのは2通りございます。建具が破壊する場合、それから土壁が水で溶ける場合、2通りありますけれども、そのメカニズムは実は分かっていませんので、まあ、それがこう分かれば、えー、水害が来る前に、この土壁は溶けるので、えー、入力提言をして計算して流れるかどうかの、えー、判定はしていいです。もしくはこれはいけませんっていう、えー、スキームができるのかなというふうに思っています。で、アウトカムとしては、まあ、あのそれぞれ。 えーまあ、今申したように平、平時にまあそういう建物の特性、えー、避難を最優先すべきか、夜間に増水した場合には、無理して避難所へ行くべきなのか、2階でいいのか、垂直避難でいいのか、まあ、そこら辺がこがあらかじめ分かってると、えーまあ、あの居住者の生命、財産の安全に寄与するものというふうに考えております。で、えー、とこの研究はです、ね、一連の研究は内閣府のプリズムの予算をいただいて行いました。 数理実験はあの、電力治療研究所の関係者にお世話になりました。いうシミュレーションについてはです、ね、当研究所の行動研究グループの高田さんにお世話になりました。そのほか、数理実験関係はです、ねえーと、材料グループの交流研究員の方々にもお世話になりまました。以上で説明を終わりりす。ありがとうございました。